皆様ごきげんよう。ほほほということでですね、まぁ、ちょっと冗談なんですけど、はい、今日の企画はですね、街のテニス自慢をスパーリングに誘ってみたという企画をやっていくんですけど、いいですね、この企画ですね、皆さんどっかで聞いたことあるなって思うと思うんですけど、これですね、僕の大好きな朝倉未来さんがもうボーンってね、バズった動画になります。僕ですね、朝倉未来さんむっちゃ大好きで、マジリスペクトしてて、朝倉未来さんとマジコラボしてほしいっていう、そういう熱い思いを語った動画は、今編集でね、多分ここら辺に上がってると思うんですけど、ぜひこちらをね、見てください。はい、お願いします。はい、朝倉未来さんのいいところっていうのは、どんどん参考にしていかないといけないと思うんですよ。全部いいところなんですけどね、朝倉未来さん。ってことで、パクらせてもらいました。今回の企画。いや、未来さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。マジで。いやもう直接ね、もうこうやってコラボさせていただくことになったら、ポンって朝倉未来さんの目の前で二人で整列して、もうあと出したってね。やりましょう、しっかり。そうですね。本当に。ってことで、行きましょうか。もう僕、路上の伝説なんで、ね。路上の伝説なんすね。路上の、ちなみに、僕、路上の伝説じゃなくて、テニス界で、まだまだね、ポコチンなんで僕。ここ覚えてます？覚えてますよ。僕、ここ臭くったんですよ、ここで。懐かしいね、試合負けて、はいはいはい、悔しすぎてね、もうなんかやんないといけないなと思って、ここで草食べたっていう、ね、懐かしい草ですね。懐かしいですね。グランドスラムで出たら、お前ここに戻ってくるから。で、また草食うから。で、伝説にしましょう。そうですね。まあ、話それすぎたんですけどね。行きましょうか。あれ一人うまそうな人いました？ほほこれちょっといいんじゃないですか。はい。あ、すいません。あ、すいません。今、朝倉未来さんってわかりますかね？ちょっとわかんないですね。あ、わかんないですか。はい、朝倉未来さんって言って、はい、今格闘技界をめちゃくちゃこう盛り上げてる方がいて、はい、でその人の企画をちょっと参考にさせてもらってるんですけど、で今テニス自慢を僕と試合誘ってみたっていう動画を撮ってて、はい、今壁打ち見たらめっちゃうまいじゃないですか。あ、そうですか。それで GO 今テニスコート撮ってあって、はい、試合してほしいんですけど、どうですかね。ちょっと、あ、午後ですか。はい、午後、そのちょっと午後予定入って、あ、午後予定入ってるんですか。はい。あ、そうなんですか。やってみたいんですけど。あ、本当ですか。午後は。あー、厳しいですかね。はい。ちょっと別の。うわ。オッケーです。わかりました。じゃあまたの機会に。はい。また、はい、機会があれば。はい。なんか吉田優里っていう YouTube チャンネルなんで、動画見てみてください。はい。ありがとうございます。わかりました。またお願いします。惜しいな。惜しいですね。めっちゃうまい。普通にうまいですね、これ。うまい。これやったら面白かったね。あ、確かに。いい車になりそう。どんどん聞いていきましょうか。この人たちいいんじゃないですか。はい、やってこれそうですね。高校生ぐらい。おお、そうじゃないですかね、多分。行きましょうか。はい、すいません、ちょっと今YouTube の企画で、はい、朝倉未来さんってわかります？あ、はい、今高校生ですか。はい、あ、高校生ですか。はい、今からコート予約してるんですけど、僕と練習試合中にしてもらいたいんですけど、ちょっとお願いできないですか。アカデミーみたいな感じです。そうですね、クラブです。あー、そうなんですね。あー、そうなんですね。ちなみに今、成績とかどれぐらいなんですか。団体で県3位で、県3位で、こっちの2人が2位です。県2位ですか。これやってほしかったんですね。クラブやりたいんですけど。あ、厳しいですか。わかりました。じゃあまたの機会にお願いします。はい、僕今 YouTube で吉田よりってやってて。知ってますか。あ、知ってます。なんかうまいですか。いや本当にこれからもぜひ動画見てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。人気っすね。皆さん優しいっすね。優しいっすね。はい、皆さんのおかげですね。ファンの皆さんのおかげです。これは違います。ファンの皆さんと、いろんなプロの方がね、やっぱ僕と繋がってくれたんで。ああ、これを格闘技界で起こしましょうよ、本当に。そうですね。ファンの皆さんマジお願いします。ファンの皆さんの応援がね、ビッグハートになるわけです。じゃあ次頑張って探しましょう、どんどん。そうですね。あの人たちいいんじゃないですか。おお、これ結構いいんじゃないですか。行ってみましょうか。行ってみましょう。YouTube の企画で、朝倉未来さんの、あれ、からんげ、吉田優里。あ、そうです。あ、ジョコビッチの友達の。あ、そうそうそう。友達ってわけじゃないですけど、ジョコビッチさんと一緒にやってもらって。はい。あれ、見たくてる。うまいですか。おお。ありがとうございます。ちょうど YouTube が撮ってて、ちょっとテニス自慢探してるんですけど、テニスやってます。はい、やってました。超さっきやってました。絶対うまいっすよね。うまそうっすね。絶対うまいっすよ。やってもらっていいですか。試合やってもらいたいんで。やりたいっすね。やりたいっす。マジっすか。今日午後なんですけど、むしろ全部お願いしていいっすか。マジっすか。おー、それ来たぞ。
え、これマジマジやらせていただきたい。こっちもテンション上がるしね。マジですか。ちなみに倒せる自信みたいなありますか。いや、さっき今強くなってるんで。球速いな。頭速いな。あと最近でも俺も上手くなってるというポイントでちょっと。なるほどですね。じゃあちょっと決まったんで行きましょうか。ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。成績どんな感じなんですかって聞いたら、あの優勝とかしたことあるらしいんですよ。宮城県の大会で優勝。県大会で優勝したことあるっすね。あ、そうなんですか。はい。宮城住んでたことがあって、はい、その時は、はい、優勝したって感じですか。おお。これ面白いんじゃないですか。なかなかすごいそうっす。はい。来ましたよ、とうとう。来ましたね。はい。じゃあ。じゃあ。とうとう来ましたね。お願いします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 。おお気合入ってますね。いやもうバリバリです。バリバリですね。早くやりたいです。早くやりたいですか。ワリアーさんと早くやりたいです。いやもうこういう感じの方が面白いですね。そうですね。いや行きましょうか。行きましょう。おお、ということですね。行きたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。4ゲーム選手のジュースありて、やっていきたいと思います。はい、お願いします。4ゲーム選手は、先に4取った人が勝ちで、うん。行きたいと思うんで。3の場合は ?3、3タイブレークで。タイブレークで。はい、お願いします。第一セットはどうでした、やってみて。いやなんか足速いですね。あ、そう、あ、なるほど。球も速く深いんでやっぱり、はい、動画で見てるよりもだいぶ来るっすね。どうしたらいいですかね。ちょっとテンション上げてこっしゃっトイレブレイク。うまい。おー今ドミニクティームっすね。ドミニクティームチーム VS ナダルっす。Hey!
おお。ありがとうございます。いやじゃあ次はですね、大将ということで、はい、行きたいと思います。お願いします。これもうね、サーブがむっちゃ早いんで、先ほど見てもらったら分かると思うんですけど。強烈っすね。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうむちゃくちゃ強かったですね。うん、何が強いかって、まずサーブ、フォアハンド、パワーショットですよね。うん、もういつそのパワーショットが来るか分かんないし、あと緩急つけれるじゃないですか。ただハゲ打ちするだけじゃなくて緩急も つけれるじゃないですか。うん、だから多分その遅い球が来てウェイウェイってやっていきなりバンってくるんで足止まるんですよ。だからそこをめっちゃ本当にうまいと思いました。レフティーでもうなんもうラッパみたいにずっと相手のバックにウェイウェイウェイってやってくるじゃないですか。それ相手からしたらやっぱ左の方に飛んでくるんで、はいはい、やりにくいですよね。確かに。プラスただスピンかけれるとかじゃなくて、2人と共通してるのが球入れれるんですよ。うん、永遠にイコールそれミス少ないってことなんですよ。うん、ミス少ない人がやっぱテニス勝つんで一番いやらしいもの持ってますよ。だからそこ本当に今日苦戦しちゃったんで、また次回ね何かしらの形でねこうどんどん絡んでいけたらいいと思ってます。そうですね。はい、なんか朝倉未来さんもそうじゃないですか。この喧嘩自慢の人たちどんどんこう繋げていくじゃないですか。いろんな企画に。だからこのテニス自慢初代ということで。いや初代で嬉しいです。初代まだ何もないのにこういう企画参加してくれてありがとうございます。いやありがとうございます。いや本当ありがとうございます。マジでマジありがとうございます。じゃあまた何かしらの形で絡んでいくのでぜひ覚えておいてください。本当に。初代初代初代喧嘩自慢。あ喧嘩じゃないじゃない。テニスですね。初代テニス自慢ということで。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、三枝テニスクラブの、今サークルやってて、その YouTube アカウントあるんで、皆さんぜひその YouTube にもね、たくさんそのテニスの動画アップしていくんです。草戸に参加した動画とかを載せて、はい、草戸のレベル感とかを皆さんに分かってもらえます。なんでその試合動画結構載ってると思うので、概要欄に YouTube のリンク貼っておくんで、皆さんぜひそっちの方もチェックお願いします。お願いします。そして、なんとですね、まさかの経営者です。はい。起業した男。起業ですか？はい、そうですね。正社員やってるんですけど、ちょっと、ジム人ってジムを実は作っちゃいまして。おー。先輩かっこいいっすね。来てほしいです、来てほしいです。いや、これですね、仙台で24時間完全個室レンタルジム。で、これさっき言ったのが、5年以内に50店舗ぐらいやりたいらしいんですよ。50店舗ってことは、仙台に50店舗じゃないですよね、もちろん。そうです、そうです。関東ってことですよね。はい。世界一の完全個室レンタルジム。はい。皆さんこれ、マストっすよ。仙台行った時はこれ来てください。概要欄に貼っておくんで、リンクも。ぜひ、チェックしてください。で、もともとその仙台だったんですよね。今千葉で。はい、千葉で。で、もともとその仙台のフェニックスチームでしょ。はい。フェニックスチームっていうのがあって、テニスの。で、そちらの方も皆さん応援お願いします。ありがとうございます。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございます。いや、マジ。じゃあ、起業家かっこいいですね。かっこいい。かっこいいです。本田圭佑じゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。